時刻は11時になったところです。最近肩が上がらなくなってきた猫ちゃんの廊下に宇宙コーナーやってまいりました。残念なご夫婦がこのコーナーが始まった途端に入ってこられました。お気の毒に。近くに寄れ
れないから。なんで？え、だって、このほら、紐が紐マイクコードね。そう、そう今日はね、ナッコのためにあまりにもオンチなので、ない音響設備をしっかりしようということで、今日は技術メンバー2人です。どうもありがとう。カブトムシ。さあ、では本社さんお願いします。ちょっと私デビューしてこの夏で14年になるんですけど、その間にだんだんできるようになったあることがあるんですけど、デビューして14年で、うん、最初はできなかったんだけど、最初はできなかった。そう、もう14年もやってるとすっごくあることが上手になったんですね。14年で覚えられるってあれってヒントが、いやいやいや、ヒントはいらないんじゃないですか。ヒントいらないんじゃないですか。ということで、ナムちゃん14年、はい、デビューから14年になります。はい、14年の間に堀下さん、最初デビューした頃はできなかったことがあることができるようになりました。さあ、そのできるようになったのは一体何でしょうか。教えて、なこちゃん、ヒアリゴー。だって14年かかってかかったってことよ。
何をまとめるの？そもそも。このコーナーまとめろ。はい、全国でナックちゃんライブに行きたいと思いますので、ぜひお仕事の方お待ちしております。ケイさんです。え、なんだっけ？ケイさん、ナックちゃんでした。皆さん、連想なっこちゃん YouTube 応援ありがとう。コメントがなくて寂しいです。福島の歌うつり姫ことなっこちゃんです。よろしくお願いします。それでは今日も夏バテに負けずになっこの部屋反省会行ってまいりましょう。イエーイよっ。なっこの今日の反省は、スタジオで今日ラジオなんですけども、ゲストさんやアナウンサーさんいるにもかかわらず、それを気にしないで、前日にニンニク、丸々1個揚げニンニクを食べてきてしまったんですね。ものすごーく、ナッコはニンニクが好きで、今、ふーってやったら多分もしかしたら画面の向こうのあなたにもニンニクの匂いが伝わるぐらい臭いことを反省しております。それでは気になる今週のキーワードを発表いたします。いきます。じゃんじゃかじゃかじゃけんちゃーれれれれれれーこ、こです。先週の分のキーワード忘れた方はぜひ先週の YouTube ももう一回見てください。そしてつなげて文字がわかったらメールアドレスローマ字小文字で king@rfc.jp までお送りくださいまし。そしてプレゼントはこちら、手に持ってるかわいいラジフクくんのエコバッグ、お好きなゲストさんのサイン入りでプレゼントチェッケーラ。今日も YouTube ありがとうございました。なこちゃんでした。またね、グッナー。